情愛の章本能寺の変、女のささやきが男を復讐の鬼に変えたと。まあ、お市のね、本能寺といえば、まあ、本能寺ではないですけどね、その本能寺5、あれは戦国武装2でしたっけね。信長を撃ったという、ふだふだ、さまよい歩くステージがありましたけれど。そんなに悲しいの？憎いの？こっちに来て、抱きしめてあげる。あなたにいい情報があるわ。あの元近が明智光秀と何か企んでるらしいの。一方信長さんは部下のみんなで払っちゃって、今は一人本能寺にいるみたい。キャッキャッ、これは俺の復讐だ。あんたは来るな。そうはいかないわよ。私はあなたに不幸を呼ぶ女だから、あなたが不幸に落ちる姿見物させてもらうわ。ついに孫一に不幸が訪れた。四国での仕事を終えた孫一のもとに秘宝が届く。彼のいない間に信長が奇襲征伐を決行。孫一の仲間は無残にも撃たれ、雑賀の里が焼き払われたのである。孫一は怒り狂いながら変わり果てた里を見ていた。その隣にはいつものように小少将がいた。彼女はいつにも増して美しく演んだ後、彼にささやく。敵は本能寺にあると。小少将がこのセリフを。情愛の章本能寺の変。あなたは雑賀孫一、私たちの援軍に来てくれたのですか。筒井も細川も光秀、親戚は援者はみんな援軍に来てくれないというのに。一緒ではないのか。俺は一足先に寺に忍び込む。お前たちの邪魔はしない。ただ信長を撃ち抜くだけだ。行ってしまった。この反乱の最大の目的は孫が奪っちゃってるんで。信長様に対する憎悪を感じました。信長様がいる限り恨みや憎しみは消えない。もうたくさんです。ここで信長様を討ち、私は世界を変えてみせます。欲しいものがあるの。胸よりも来てますね。いらっしゃいませ。では今回は明智軍ということでね。これが魔性か。この少将は結構装備できる武器が多いですね。武器じゃねえか、まだ技能か。とりあえず全部
属性ついてない武器は全く意味ないってことなんですかね。でもないですけれども、まあ、話題と言えばいいのか。高橋虎松、兵は少数、一気に攻め入り信長様の首を取ります。来るか光秀、来るがこの信長に背ききれるか見定めようぞ。この状況で本陣を狙ってくると、何としても守りきるのです。あなたの悲惨な復讐劇の手伝いに来たわよ。来るなって言ったろ。そうはいかないよ。あなたの手を見届けたから。速やかに二条城に入る。そこを拠点に父上を援護するのだ。敵将討ち取ったわ。兵が足りぬ。剣意長松、京を脱出し援軍を呼んでまいれ。開門。さて、右楽と剣意を脱出させない。あ、すぐ近くにいるじゃん。呼ばれてはまずい。彼らを逃がしてはなりません。敵将、懲らしめてやったのか。止まったよ。ま、同じとこにいるんだよね。変わらずこの王にはかわいいが。本能寺に簡単なく増援を派遣せよ。さすれば父上は軍備を整えられる。開門。信忠さんが信長に援軍を送ってるみたい。先に信忠さんを撃てば。防ぐことができましたね。
ガードが、ガードというかバリアかな。本能寺へ増援を送れ。父上は何としてもお守りせよ。開門。というか隠し通路通ってくんだろうな。ただ苦手なんだよな隠し通路。これはコンピューターで活かせるか。母さんごめんね、あなたまで不幸に巻き込んじゃって。さあどっちだ。もう消えた消えた、ね、消えてはいないんだろうけど映んないんだよなマップに。敵の姿は消えた。隠し通路でも使ってるんじゃない。急げ。信軍せよ。
信忠様とで役職目を攻撃じゃ。大きてるぞ。こぶして。敵将撃ち取った。まだ敵に兵力が残ってたか。放っとくと本陣が危ないね。忍びどもよ、あの女を撃って雑魚を。忍びって、どうする魔王一、女を見捨て信長を撃つか。信長の忍者あいつに向かってさせるかよ。忍びが故障症を狙ってる。結局復讐よりこっちを選んじまった。しゃねえ、俺は天下の色男だ。あの一人が信長様の忍びに襲われているようです。信長様の抱える忍びは数多く。信長様の忍びってあんまり聞きませんね。知らないだけなのかもしれない、知れないけど。屈強、完全に追い払うこと。なんでこっちに逃げてこないのよ、バカ。武将さん、もう一応見つけなかったよな。神妙を落とす、ただそれだけのこと。俺が引いたら、あいつはならここで守りきるしかねえ。
ガーシャとの思いやっぱりあの僕ですがね感じてあれは操作のバレーブオンリーだったんですかね。どうかお逃げください。俺は嫌なんだよ、女が死ぬのを見るのは。私を撃たないと先には進めないわ。それでもあの人の元に行くという。これは進軍に支障が出ます。どうしなければ。ゴム、なればあの者どもを櫓から落とすのじゃ。敵将討ち取ったわ。さて、櫓どこだっけ。ああ、こっちじゃないな。ゴム、絶好調なのじゃ。どっかに櫓なかったっけ。こいつが張り張りすぎちまった。あれ、なんであの人はあんなに必死に。まさかあの人を撃たせない。誰に。夫に実家を潰されこうして儲かってくれる。あなたも大満足不幸な女ね。そう、私の人生は幸福そのものよ。あの人と一緒にここまで来られたんだもの。どうも、人、故障者ってなんか、なんか似たような、似てないような、似て非なるものを感じますが。孫一敗走したけど、これは必然。呼ぶ女になっている。さっきの櫓ミッションはどうだった。これか。死ぬのね。姫様、姫様って言われるようなことじゃないけどね。被害が広がる前に思い出の中とか姫様で言うとですかね。とにかくハンベイの姫様だったもん。開門。来い光秀。私は今長様を超える。被害を食い止められるでしょう。ハンは何を望むの。何かを望むなんてとっくにやめたわ。ウヌは自分を偽る。信長の姓立ってみせよ。魔性の力なのじゃな。無線救援行。うむ、戦なのじゃ。すまぬ、わらわにも魔性があれば。おい、光秀の娘、変わらぬものすべて無価値。父上の大変への思い、わらわに父上への思い、決して無価値ではないのじゃ。
死にはしてなかったか。なぜ私をかばったの？私はあなたを危険な目に。あんたの大事な人を撃ったから。それだけさ。罪滅ぼしのつもり？バカみたい。愛し愛される者が戦で死ぬ、そんなこと日常茶飯事でしょ。俺はそんな日常嫌なのさ。俺が望むのは愛し愛される人間が最後まで添い遂げる日常。女子供が悲しむ姿はもう見たくねえんだ。何語っちゃってバカみたい。らしくないわよ。じゃあ俺らしくあんたを口説き続けるとしようか。あんたが許してくれるまで。そう来なくちゃね、天下の色男さん。さてさて、どこまで本気なのか。次は引けたの戦いでしたっけね。今度は超遅壁が敵ですかね。以上、本能寺の変でした。ご視聴ありがとうございました。